竜本氏は、新末後官書に、新朝に対して、反乱を起こした、赤尾政権の皇帝。在位中の言語から、剣読みかどとも呼ばれる。兄に、竜康氏、竜茂がいる。四季公、竜茂への抜死。前漢の皇祖の所長氏の聖王竜護への次男の、上陽慶王、竜明の末裔にあたる。前漢が大門によって散脱されると、 父は庶民に落とされた。天王取五年、赤尾軍が、大山軍を襲った際に、劉凡氏は二人の兄と共に、赤尾軍に囚われた。その後、赤尾軍で、牛の世話を仕事とし、牛利と呼ばれた。孔子三年、漢中に侵攻した、赤尾軍は、孔子帝の兵を各所で破り、下院に至った。ここで従軍していた府が神がかりして、 粒子相続を天使に立てよと語ったので、孔子帝に殺された方望むの弟の褒美は、軍の正当性を確保するためにも、粒子相続に連なる者を擁立することを勧めた。反高白石尾軍諸将は協議して、信奉していた、上野を慶応に一番血筋が近い者三人から、くじで選ぶことにした。年齢順でくじを引いた結果、 最後に引いた15歳の龍凡氏が当たりくじを得た。この時、龍凡氏は、残腹バラ神に、裸足で破れた衣服という姿だったが、少将が急に自分に平服するのを見て驚き恐れて、泣きそうになった。その上兄から、そのくじは、皇帝の証だから大事にしろよと言われる時が、動転し、くじを噛んでへしより牧道頭のところに逃げ帰ったと、いう。同年6月。 赤尾軍は、劉凡氏を皇帝に擁立し、剣余元年と、剣母とした。同年9月、赤尾軍は、孔子帝に反逆した長羅の手引きにより、長安を攻め落とし、孔子帝を降伏させて、自樹を入手し、その政権を滅ぼした。しかし、半田頭らの支配は乱脈の限りで、長安やその周辺で、略奪狼石を繰り返した。剣余帝はどうすることもできず、 ただ宮中で泣くのみだった。ケミオ二年の元日の宴会の場で、状況を見かねた長兄の劉康氏が、劉凡氏を諸人に戻して、他に賢人を皇帝に立ててほしいと訴えたが、赤尾軍所長は、お前が口を出すべきことかと取り合おうとしなかった。すると、剣読み角は、玉座から降りて、皇帝の印字を外しその場にひざまずくと、今の我々は、盗賊同然だ。 皆から見放されている。私が皇帝の器でないのが悪いのだから、どうか他の剣状を立てて、私の一心を守らせてくれ。赤尾軍が敗れたら、諸君は、どうせ私を殺して、責任を取らせるつもりなのだろう。どうか、私を、かわいそうと思ってくれと泣きじゃくった。諸将もこれには困惑し、わかりました。もう好き勝手はしませんからと口々になだめ。 剣読み門を抱え上げて玉座に戻し印受をかけた。しかし剣読み門はなおも泣き続けた。春、赤尾軍は、領職が尽きた長安を捨てて精神するが、安定軍で、会合と戦い、大雪に相多くの死傷者を出して、結果的に東に帰ることとなった。剣与三年、半高氏らは、後部帝の大使と、東武率いる官軍を各地で撃破しながら、闘進を続けたが、 そこで兵庫と率いる官軍に大敗した。反高志ら主軍は南東の義王へ逃れたが、すでに光武帝が義王を治めて、前頭を塞いでいた。反高志らは、兵糧がついえていたため戦わず、ついに指導者、反高志以下三十人は武器を捨てて、裸で降伏、落葉に送られた。後武帝は、竜盆子を哀れんで、多くの恩師を与え、 おじの長王流領の老中に取り立てた。その後、流本氏は失明するが、不自由なく、余生を送れるようにと後部帝から慶応に領地を与えられている。ありがとうございます。